リコです。リナです。ゆらりです。ひめかです。アリアです。ピンク。待て。TV 始まるよ。イエーイ。今日の企画は最新機種でプリクラを撮ってみたです。イエーイ。今こちらにあるのが最新機種のミックスミーという機種でございます。合成ができるということで、うん、天井と正面にカメラがついてて2台ね。天井って新しいよね。確かに、確かに。天井から撮るとちっちゃく見えるらしくて、大きいのとちっちゃいの合成して、うん、こうやってね5人でプリクラを撮りに来るのが初めてなんですよ。本当だ、ゆなちゃん初めてプリクラじゃない？初めてなんですよ。よかったよ。イエーイ。楽しみにしてた。楽しみ。じゃあ早速撮っていきますか、はい、せーの、どうぞ。はい、ではここのブースから始めていきたいと思います。ここでなんか合成する絵とか写真とか、そう、色とかいろんな種類が選べるみたいで、これかわいいね。化粧品みたいな、お、いっぱい入ってる、ね、まずさ、みんなが一番やりたいのは、うん、2枚目しかも色も選べるんだよね。よくない？これがかわいいね、うん、椅子がありますよ。新しい、椅子よ。あ、もういいんじゃないですか。あ、今撮った。どうなってるんだ。時間帯あれやってるからやばい。おお、あ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 、よかった。レタッチができるみたいで、位置間違えちゃって、さっきみたいに変な位置に座っちゃったりとかした時にペンでまた戻せるらしいんですよ。めっちゃいいですね。高機能。あ、すごい、見てください。写真か、写真か。違うよ、もっと上乗ってる感。でも座ってる感じじゃない？これね、うん、あ、いい感じ。姫が怖がってるのにみんな笑ってる。合成タッチはまず有能、うん、初めてのグループとかで遊んだ時もこれやってたら絶対仲良くなれる、ね、確かに協力プレイみたいな感じだから、ね、うん、これあれじゃない、この見て、自分たちが撮ったやつだ。重ねてる、すごい、すごい、え、すごい、おしゃれ。チューが撮ったね。え、全部これつけた。全部つけた。お肌チェンジは3種類あって、美白とかナチュラルとかピュアホワイト。肌がちょっと黒くて焼けちゃったっていう子でも美肌にできます。他にもいろいろあるし、かわいい。メイクを変えれるんですよ。リップカラーもいっぱいあるね。私的にコスメの合成めちゃめちゃ好き、うんうん、私も床に座ったりもしたり、なんか上下ちょっとバラバラにしたりってやってるところめっちゃかわいい、ね、最新って感じね。エンド、エンド、こんな感じで終わります。絵が描きも全て終了しました。じゃあ、ちょっと早速全部プリを皆さんに見てもらいたいなと思います。はい、せーの、1枚目。ちょっと事故ったね、これ。これ1枚目はちょっとね、大変なことになっちゃいます、うん、じゃあ、2枚目、ジャンプ。3枚目、4枚目。このコスメめちゃめちゃ私ね、一番のお気に入り。かわいい。じゃあ、5枚目、じゃん、ラスト。イエイ、乗っちゃおう。今まで遠近法とかさ、同時に撮ってたじゃん。今回のは別々で撮って後から修正できるみたいな新しい機能があって、盛れ方が今までのプリとちょっと違うんですよ。シンプルにめっちゃ盛れるみたいな。そうそうそう、感じだよね。撮ってる時もちゃんと上の画面とかにこんな風になるよみたいなのが見えるから、調整しやすい。一人でも楽しい。確かに合成がね、いっぱい種類があったから全部やりたいなって。そう、全部やりたい。最高でしたね。はい、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知をよろしくお願いします。